皆さんこんこにちはフロマスクです今回は Steam で発売されているこちらのソフトウェアインコーポレーテッドに挑戦していきたいと思います。はいということでこちら2015年5月1日に発売されたまだ早期アクセスのゲームですね。一応定価1380円で。 確か結構前にセールの時購入してから積みゲーにしてたゲームかな。タイトルの通りソフトウェア会社の経営シミュレーターになるのかなのようです。で、残念ながら公式では日本語対応していないんですが、スチームワークショップですね。そちらに日本語化してくれるモッドがあったのでそちらを適用して プレイしていきたいと思います来たすごいないろんな要素ありそうですねよしじゃあアフロマスク株式会社これでまず行きましょうか創業者であ女性も選べるんだ髪型はあアフロある <laughs> とりあえず見た目はこんな感じですね かなりやばい人ですね。性格とかも決めれるんだ。これで行くか。楽観的で内向的で、弱当たり上手をフルに振っていくか。あとは、まあ普通ぐらいな感じかな。あ、ここら辺でも選べるんだ。リーダーと広報能力を高めるか。ここら辺は社員にやらせればいいですもんね。プログラム、デザイン、アーティスト。<laughs> これでいくか。資本金120万か。ローン途中でも借りれるのかな ?120 万か。結構大変そうだな。ま,あ、まずは一番安いところ、月43,200円ってことですよね。農場み、ガレージか。納屋でやるのかなこれでいきましょう。よし、とりあえず今、なんとなくチュートリアルみたいですが、結構細かいですね。 ねまずはここか。ここの農場からで、外観こんな、農場じゃないか。<laughs> この建物の一室、ここのガレージだけですね。ここで、ここが借りられたんで、ここでいろいろ作業していく形ですね。これか。この建築モードを押して、こんな感じで机とかを、こう置けばいいのかな。 向き合ってるこれ。で、あと椅子ですね。で、ソフトウェア作るんで、まずは古いパソコン。スタートが1980年代なんですよね。これで置いて、基本はこれでいいのかなこれ選択して右クリックで、なんかいろいろ人を割り触れたんだよな。 チームの割り当てでですねで今、一人だけアフロマスクしかいないんで、OK にして、主人公がいない。出勤してくんのか、これ。一応、これ、見方としては、ここが、所持金、時間、年月日、あと、これが市場認知度か、あと、業界からの信用度とか、収支の状況ですね。結構、いろんな、 メータータ類というか細か細なやつがありますねこれは覚えるまで結構やらないと覚えきれないな。まあいいや。とりあえずそれで、まずはフリーランスのプログラマーとしてお金稼いでみるか。収入一月で結構もらえるこれ。ああ、1ヶ月納期で組み込みシステム。時計作りか。これやってみるか。 これ楽そうだな。これによって13万7640円前払いなんだ。はいはいはい。で、ここでやっていくみたいなんですよね。割り当てを、まあ1人でやってて、来ないぞ。<laughs> 主人公何やってんのこれ。これでリーダーにしなきゃいけないのか。あーあー、これリーダー入れなきゃいけないのか。 ああ、で、このプロジェクト管理で入れなきゃいけないってことか。ああ、そういうことか。これやんないと来ないのか。これでようやく出勤してくるかな。<laughs> 出勤させるのも大変だぞ。<laughs> 今、プロジェクトを割り当てたんで、これで設計とかして、ある程度いったら、ベータ版か、開発段階、進歩を上げていく感じなのかな。 ああ来たようやく来た <laughs> なんだーようやく来ましたね2日目になってようやく来たこれで開発がようやく進められるあはは始まった <laughs> なるほどこんな感じかちゃんと指定しなきゃダメでしたね1ヶ月分無駄になったけどこれでやっていくのか ま,あまずはフリーランスとして、外中の仕事を受けて資金増やして、徐々に従業員増やしていく感じかな。ああ、よかった。出勤してきてくれた。何で出勤してきたのだあ、車自家用車ができてんのか。バスじゃないんですね。マイカー出勤してる。うわー細か。 設計、使用書とかある。ここら辺分からない。<laughs> かなり細かいですね。あ、騒音レベルとか、これうるさすぎると、文句言われんのかな。とりあえず頑張ってもらおう。あー、これが今市場に出てるソフトウェアか。ゲーム開発していきたいですね。やっぱゲーム開発したい。シミュレーションゲーム作りたいな。<laughs> 名前とかも決めれるみたいなんで。 これ、結構、こう、慣れるまで大変そうだけど、慣れたら相当面白そうだな。あ、そうか、角度も変えられる。とりあえず、カチャカチャやってるけど、どうなの仕事はかどってる一人雇って、手伝ってもらおうかな。なんか不安ですね。ここら辺、置いといて、パソコンもう一台置いてみましょう。はい。 同じ感じでいいですよね。ああ、この席だ。こっちが <laughs> 窓ついてるんですね。とりあえず、まず一人でできそうになかったら雇いましょう。毎日お,お給料払わなきゃいけないってことですもんね。無理だな。とりあえず、ああ帰ってった。<laughs> ああ、もう帰るんだ。 終わったお仕事終わったのかなピックアップトラックだ。あ、普通のセダンタイプの車か。あ、帰ってった。えー、仕事はどうなの時計プロジェクトはどうなのこれ進んでんの <laughs> あ、アルファ作業をやんなきゃいけないのか。これで0.69までやればいいってことか。とりあえず次の日まで。はい。あー、始まってますね。あ、なんとなく流れは分かったかも。 なるほど。うわ、収支状況悪いな。で、これ一件やれば、前券以外にも入ってくるってことですよね。あー、なんとなくわかった。で、これ今、ベータ版を作ってるか、アルファ版か。1ヶ月遅延ってことかな。納期を大幅に遅れて <laughs> ああ、でも分かってきた、分かってきた。ちょっと1ヶ月分ロスしちゃいましたね。設定間違えて。大丈夫かなこれ。とりあえずこれが0.69まで上がれば最低品質の時計アプリなのか分かんないけど <laughs>。で、いきますね。ピット。この組み込みシステムか。時計を組み込んだシステムを納品できるはず。あ、できた あー、なるほど。最低の間から、このアルファ段階から昇格しますか。アルファ段階オイルと商品の品質を向上させることができなくなります。まあ、最低限でいいって書いてあったんでいいでしょう。はい。あー、これでベータ版か。アルファからベータ版ですね。で、バグを修正してんのかな。はあ、はあはあははあ、ー。あー、これで過去の、 レビューも分かって。あ、1箇所のバグを修正。2箇所。これもどんだけバグがあるかってわからないわけですよね。締め切りは3月だったね。やっぱ1ヶ月遅れになっちゃってんだな。納品しちゃいましょうか。たぶんもういいでしょう。納品しよう。あーあ、でも入ってきた入ってきた。まず最初に契約。 13万7640円で納期遅れちゃったのか最悪だけど <laughs> だけど一応24万2468円かゲットしましたねああできたできたなるほど基本的な流れはこんな感じか終わった仕事 <laughs> なんだマイナスですよねどんどんお仕事しなきゃダメだなこれ 得意な分野で勝負しなきゃ無理ですねこれ得意な分野は何だ広報担当者ではあるけど 2D とかダメだなシステム系システム系がまだマシだなシステムのコードかそれ系の仕事を引き受けないとできないあこれとかあこれいいんじゃないですか はいはいはい。これも納期1ヶ月ってことか。組み込みシステム。ああ、これはもうすぐ開発行っちゃっていいんですよね。業務委託、外中の仕事だから。今日すぐやればよかったのか。あ、汚れてきてる、これ。掃除とかもしなきゃいけないのか。<laughs> 大変ですね。とりあえず。 お昼ぐらいまで頑張る。ああ、ちょっと収入が増えましたね。これでやって、1ぐらいまで頑張ってみるか。レビューを、クライアントにレビュー。コード1まで頑張ってもらって。ああ、高い高い。ああ、いいんじゃないですか。今回だいぶ品質いいぞ。なるほど。で、昇格。 で3時ぐらいまでバグ直しするか。3時半ぐらいまでバグ直しして。えー、これでリリースしてみるか。はい。74万。おー、結構入ったぞ。74万もらえた。 お、ちょっと信頼度は上がりそうだな。で、あとは、チームのオプションで、勤務時間とかも管理できますもんね。あー、なんとか仕事はいけそうだな。朝8時から18時ぐらいまで <laughs> 頑張ってほしいけどな <laughs>。で、この、出てった後に、外注受ければいいか。汚っ、<laughs> 汚れてきてる <laughs>。